おはようございます。私はただいま小田急線の小田原駅に来ております。皆さん、小田急電鉄のロマンスカーが展示されているロマンスカーミュージアム、ご存知でしょうか？まあ、ロマンスカーミュージアムといえばもちろん入場にはお金がかかりますが、小田急線のとある駅の目の前には無課金、つまり0円でロマンスカーを間近で見ることができるんですよね。まあ、まずはその駅に向かうため各駅停車の町田行きに乗車します。やってきたのは小田急線型の6両編成の列車です。小田急線型といえば1987年から製造された車両で、現在は小田急線内のみでの運用しかつくことはありませんが、まあ、かつては千代田線にも乗り入れておりました。さあ、乗車して行きましょう。車内はオールロングシートで赤色のモケットとなっております。小田原駅を発車です。ロマンスカーに会いに行くには本当だったらロマンスカーに乗っていきたいところなんですが、その駅はロマンスカーは通過してしまうので、まあ仕方なく各駅停車で向かいます。まあ展示されている場所が駅前ということもありますので、小田急線を走行しているロマンスカーとの並びが取れるといいなと思っております。小田急線は2022年のダイヤ改正で運行形態が大きく変わり、小田原方面の急行は日中新宿始発ではなく町田もしくは相模大野始発となり、かつ新松田から小田原間は各駅停車となりました。まあ、特に新松田から小田原間の各駅はホームの有効長が6両分しかない駅もあるために、小田原方面の日中の急行は6両編成で運転されております。まあ、つまりこの列車は今は各駅停車ですが、新松田を出ると急行に化けることになります。まあ急行になったからといって新松田から本厚木は急行でも各駅停車ですから、実質本厚木まで各駅停車です。さあ、列車は蛍田、富水と停車し富水を発車です。さあ、そして目的地の駅に到着したので列車は降りました。まあ、まずは乗ってきた各駅停車新笠崎急行を見送ります。ということで到着したのは開成駅。この駅には駅前にロマンスカーのロンちゃんというものが展示されております。早速向かうべく出場して行きます。で、ロマンスカーが展示されているのは開成駅の東口です。階段を降りていくと見えてまいりました。ロマンスカーが展示されております。開成駅のすぐ駅前にあるロマンスカー、愛称はロンちゃんと言われております。
なんとロマンスカーの内部公開もやっているそうで、公開日は毎月第2、第4日曜日の10時から15時だそうです。まあ撮影日は第2、第4日曜日でも何でもない土曜日なので論外ですね。残念。ロンちゃんは小田急電鉄から開成駅のある開成町に譲渡されたロマンスカー3100型の先頭車です。ロマンスカー3100型は1963年に登場し、1964年には鉄道友の会のブルーリボン賞を受賞しました。この3100型が小田急電鉄のロマンスカーでは全面展望が初めて設置されたロマンスカーとなっております。まあそのこともあるのか、このロマンスカーの愛称は NSE ニュースーパーエクスプレスと言われておりました。まあその後はいろいろな改造をされ、2000年まで活躍した列車です。そんなロマンスカーの3100型を小田急の駅前で無課金で見れるってすごいですよね。でロンちゃんという名前は公募で名前を募集し決まったものらしいです。まあこのように屋外に展示されているわけですから、風雨の影響で塗装が剥げたりしてしまわないのかと思いますよね。まあ今はもちろん綺麗な状態ですが、かつては塗装が剥けてしまっておりました。そこで管理者である開成町はクラウドファンディング型ふるさと納税で寄付金を募り、その寄付金で塗装の塗り替えを行ったそうです。まあ多くの人に愛されているロマンスカーですね。ロマンスカーの展示場所は駅の目の前ですから、ホームを見ることができます。そのため開成駅を発着する急行や普通列車、まあ通過するロマンスカーなどがこのロンちゃんの奥に見ることができます。で皆さんこう思ったのではないでしょうか。ロマンスカーの展示と今走っているロマンスカーとの共演は撮影できたのかですよね。まあご安心ください。まあ構図はいまいちかもしれませんが、撮影できました。それがこちらでございます。現在のロマンスカー唯一の展望席を持つ GSE とロンちゃんの共演です。ということで本日は開成駅にある駅前のプチロマンスカーミュージアムに行ってまいりました。皆さんも機会があれば訪れてみてはいかがでしょうか。ということで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。